こんにちは、森本です。今回は DJ テクニックの解説となります。そしてテーマは DJ ミックスのコツ、こちらをですね、お話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。というわけでですね、今回は DJ ミックスのコツをですね、お話しさせていただきたいと思いますが、なぜこういった内容の動画を作ろうと思ったかと言いますと、ご視聴者様から DJ のですね、練習方法の動画のリクエストを受けたからなんですね。そしてそのリクエストの中で、ピッチ合わせの練習のコツとですね、私森本がですね、今までやってきた練習方法の中で一番やってよかったなと思う練習方法をですね、ご質問いただきました。なので今回はですね、そちらの話をですね、メインにさせていただきたいと思います。しかしですね、多くの方が、まあ世界のトップランカーでもない、こうテクノハウス系の DJ のですね、森本の話なんか、まあ興味ないと思っていると思いますが、一応ですね、まあ長く DJ をやっておりますので、まあ、ちょっとくらいはですね、お役に立てるお話もですね、できるかと思いますので、まあ、可能な限りご覧いただければ嬉しいです。それでは早速本題に入っていきたいと思います。まず、ピッチ合わせの練習のコツですが、まあ、こちら結論から言いますと、今ですね、先にですね、外に出ている曲、テンポ BPM よりですね、次にかける曲のですね、まあ、スピードですね、ピッチ、BPM、何でもいいんですけども、言い方は、こちらの方が遅い状態にして、そこからですね、先に出ている速いテンポに追いつくような感じでですね、ピッチを合わせていく方法がおすすめです。理由は簡単です。まずですね、DJ がかけている曲のですね、スピードをですね、上げたりとか下げたりとかする、そういったことができるフェーダーがですね、ターンテーブルであったりとか CDJ についているんですけども、こちらをですね、上下させてスピードを変えていくんですけども、上の方に上げていくとスピードが下がっていき、手前の方にですね、引っ張っていくと、スピードが上がっていくっていう、そういうフェーダーなんですけども、こちらを使ってですね、スピードをコントロールするんですが、となるとですね、今現在先にですね、出ている曲に対して、次にかける曲のスピードがこう、速ければ、遅くしなければいけないですし、遅ければ速くしなければいけないっていう、そういう二択にですね、迫られるんですね。でも初心者 DJ からするとこの二択に迫られるっていうですね、こういったものがですね、わりかしこう負担になるんですね。なので先にかかっている曲よりもですね、まず次にかける曲のスピードを下げておくと、次の曲のですねスピードを徐々に上げて、今現在かかっている曲のですねスピードに追いつくっていう、こちらのですね一択だけで済むんですね。そこでかなりですね、初心者 DJ のですねピッチ合わせの負担が減るんじゃないかなと思います。実際私もそういうやり方でですね、負担を減らしてやっていたので、ピッチ合わせの成功をですね上げる確率はですね非常に上がるんじゃないかなと思っております。ではですね、逆に次にかける曲の方をですね、スピードをですね一番速い状態にしておいて、今かかっているこう遅い曲にですね徐々に合わせるっていう方法も考えられるんじゃないかっていうことなんですけども、こちら同じ原理のように思えるかもしれませんが、これ全く違います。外で流れている速い曲に合わせるために、まあ遅い曲がですね追いかけるようにスピードを上げていくのはですね、2曲の音のですね輪郭がですねすごくつかみやすいんですね。これ個人差はあるかもしれませんが、多くの方のですね意見を聞いていると、やはりですねこの2曲の音の輪郭がつかみやすいのはですね、先にかかっている速い曲に合わせるために、今からかけるこう遅い曲がこう追いかけるようにですねスピードを上げていくっていう方法なんですね。もしですねちょっと疑いの気持ちがあるようでしたら、まあ現在かかっている曲よりもですね、次にかける曲のスピードピッチをですね一番速くしておいていただいて、かかっている曲に合わせてですね徐々にこうスピードを遅くしていくっていう方法をですねちょっと試してみてください。かなりですねこう輪郭が取りづらくてですね、今現在先にかかっている曲がですね今どういう状態なのかであったりとか、次にかける曲のですねその頭合わせみたいなところですね、小節のその最初 1,2,3,4 のその位置がですねちゃんと揃っているかどうかっていうのをですね確認するのがですねすごくこう難しかったりとかしますので、こちらですね、まあ一度試していただければわかるんじゃないかなと思います。先に外で流れている速い曲に合わせるために、遅い曲をですね追いかけるように、スピードを上げていくっていう方法なんですけども、こちらなんですが追いつく瞬間がですね本当にすごくわかりやすいので、まあ僕はこれでですね曲と曲とのこのピッチが揃う瞬間をですね、まあ感覚的につかみやすい経験値にまで上げてですね、その経験値をまあ積み重ねて、今ではですねピッチ合わせがですねわりかしこう楽にできるようになっております。僕の DJ 動画がですねこの YouTube チャンネルにですね結構上がっているので、まあご覧いただいた方はですね気づいてるかもしれませんが、僕の DJ は
ちょっとこう、ピッチ合わせがですね、雑な部分がすごく多いので、疑いの目がですね、すごく気にはなるんですが、実はですね、私、綺麗にピッチを揃えることはできます。雑になってしまうのはですね、これはですね、もう性格の問題もあるので、ちょっとこう、お許しいただければいいかなと思います。まあ、ピッチがですね、雑になってこう、揃ってないのがですね、いいわけじゃないんですけども、ピッチをですね、綺麗に合わせることがですね、できないわけではなく、まあ、綺麗に合わせられるけども、雑になってしまうっていうだけなんですね。まあ、綺麗にですね、ピッチを合わせろよと言われたらですね、まあ、それまででですね、まあ、グーの音も出ないんですけども、一応ですね、私、気をつけてるのはですね、お客さんが、こう、踊って聴いているときにですね、今、1234とこう、リズム取っているときに、その1234がですね、見失わないような、こういったところだけはですね、絶対最低限こう、守ってプレイをしているので、まあ、その辺はですね、ちょっと雑な部分は、私の DJ のですね、この個性と思って、こう、お許しいただければいいかなと思います。ではですね、次の話に進みたいと思います。続きまして、私、森本がですね、今までやってきたこう練習方法の中で、一番やってよかったと思う練習方法ですが、これはですね、毎日自分の DJ プレイを録音して、それをですね、その後に聞く。そしてですね、良かったところ、悪かったところをですね、客観的に把握して、修正を繰り返していくっていうことになります。まあ本当にシンプルな、練習方法になります。まあ本当にシンプルなんですけども、ただこれをですね、毎日するっていうところがポイントかなと思います。なかなかこう毎日するのってですね、難しいかもしれませんが、日々の積み上げって本当に効果がみるみる出てくるので、まあ絶対におすすめです。これはですね、腕立て伏せとかっていうその筋トレに近いかもしれません。毎日筋トレする人と、まあ3日に1回筋トレする人、あとは1週間に1回筋トレする人、まあ方法はですね、いろいろあるかもしれませんが、同じ方法で毎日練習する人から、まあ1週間に1回練習する人までいた場合ですね、まあ1年後であったりとか2年後、かなりの差が出てると思うんですね。なので、こう日々の積み上げっていうところはですね、非常に重要かなと思います。僕はですね、昔、朝起きるのをですね、普段よりも早めにしてですね、DJ をその朝一発撮りして、それを聞きながら、まあ職場に通勤していました。その時はですね、まあ本当に DJ テクニックが向上していて、まあクラブでですね、DJ プレイをした後もですね、褒められることがですね、すごく増えました。モニカ・クルーズっていうそのドイツの DJ に褒められたのもこの頃ですね。まあリップサービスだとは思いますが、かなり嬉しかったです。特にですね、この一発撮りがですね、すごくいいかなと思っております。例えば90分の DJ ミックスを撮るなら、まあ失敗してもとりあえず90分はですね、DJ をやめないんですね。なので、本当にいい意味で自分のいいところとですね、悪いところをですね、しっかりと録音できるので、まあ等身大の自分をめちゃくちゃ客観的にですね、把握できます。これはクラブでですね、DJ する時の一本勝負に近い状態なので、まあこの千本ノック的な練習はですね、本当にこう自分のためになったなと思います。もしよかったらですね、ぜひこう1ヶ月間だけでもいいので、毎日 DJ プレイをですね、録音して、それを聞き返してですね、一人で反省会をするっていうこういうルーティンをですね、行ってみてほしいですね。まあきっと DJ テクニックがですね、向上していると思います。なので、ぜひぜひお試しください。まあ1ヶ月がですね、難しいとかでしたら、まあ1週間とか2週間っていうですね、短いタイムでもいいので、まあやるのとやらないのとではですね、まあ運転の差が出てくるかと思いますので、ぜひぜひ、練習していただいて、ご自身の DJ プレイのスキルをですね、上げていただければいいかなと思います。まだ DJ デビューをですね、クラブでしていなくて、これからですね、まあそういった機会に恵まれればいいなと思っているような方もですね、まあそういったチャンスが来た時にですね、DJ が上手くないとですね、やっぱり2回目、3回目っていうチャンスもなかなか出てこないので、なのでまあチャンスをですね、掴む意味でも、DJ プレイのテクニックをですね、上げるのはいいかなと思います。正直ですね、録音した DJ ミックスなんかを聞かさせていただいたとしても、それがですね、その人の本当の実力かどうかっていうのはですね、すごくわからないんですね。それも DJ ミックスのその録音の目的にもよるとは思うんですけども、例えばこう面接代わりじゃないんですけども、私 DJ をやりたいと思っているので、ぜひぜひチャンスください。私の DJ ミックスこれなんで聞いてくださいっていうふうにですね、渡していただいたとしてもですね、こちらが一発撮りであったりとかすれば、あ、なるほど、これぐらいのテクニックは持っているのか、では安心して DJ の出演をお願いできるなっていうふうになるんですけども、これがですね、録音を繰り返したりとか、
か、まあ、練習を繰り返したりとか、もう、もしくはですね、完璧にセットを組んでですね、どれぐらいのタイミングで次のレコードを、CD をですね、かけて、ピッチはこれぐらいに合わせれば完璧に合うとかっていう練習をされているとですね、実際のその人の実力がわからないんですね。で、そういった方をですね、こう、DJ プレイしてくださいってお願いをして、出演していただいた時に、実際、クラブではピッチ合わせが全然できなくて、なかなかこう、次の曲に繋がらずにですね、まあ、ミニマルみたいな、こう、なんですかね、ワンパターンな、こう、シンプルな曲をですね、ずっと、まあ、フロアで流れていて、お客さんがですね、その状態にこう飽きてしまうっていうような、そういったものもですね、経験したことがあるので、実際自分が下手な時もそういう思いをですね、お客さんにさせていたりとかですね、オーガナイザーの方にですね、思わせていたと思うんですけども、やっぱりそういうのってですね、なかなかこう、次のチャンスにですね、繋がりにくいので、なので、まあ、ご自身のですね、スキルをしっかりと上げて、いいプレイをするようになって、で、DJ プレイをですね、クラブでして、その内容をですね、まあ、オーガナイザーの方であったりとか、まあ、お客さんがですね、気に入れば必ず、まあ、2回目、3回目、4回目とですね、どんどん、そういったチャンスがですね、巡ってきますので、まあ、なので、DJ の練習、こういったカウンターカルチャー的なクラブミュージックをですね、練習するっていうのはですね、かなりなんかこう、マニアックというか、オタクっぽいので、嫌だなとこう思う方いるかもしれません。まあ、こういうのはですね、感性でやるんだとか、その時のですね、こう、バイブスでやるんだみたいな方もいるとは思うんですけども、まあ、それでですね、うまいことできるのはですね、本当に才能を持った、もう、一握りの方だけになりますので、まあ、自分がですね、まあ、私も含めですけども、そういった才能がないと、自負されている方はですね、まあ、着実な道をですね、歩むという意味でもですね、こう、DJ の練習をするのはですね、すごくいいかなと思いますので、お勧めしております。というわけでですね、今回の動画は以上となります。どうもありがとうございます。また、新しい動画をですね、これからもどんどん作っていきますので、応援していただければ嬉しいです。新しい動画ですね、アップした際にですね、連絡が行くようになりますので、ぜひぜひチャンネル登録をしていただければ嬉しいです。それではどうもありがとうございます。